はい、どうも皆さんこんにちは、ムーポンです。スーパーマリオブラザーズ U デラックスやっていきましょうか。で、そこのペンギンが超速いんですけど、これどうしたらいいの？ふいってする。どんぐりだけもらった、やったぜ。で、そのままゲットする。アイテムが追加されました。じゃあせっかく追加されたんで、キノコ使っていきましょうか。どんぐりじゃないんかい。で、こっち来て、で、フローズン大地4、天秤リフトで雪山登りやっていきましょうか。まあなんか下はキノコでハウスでアイテム取れてみたいな感じではあったんですけど、まあ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 、せっかくなんでこっちやっていきましょう。で、あわー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 、やったぜ。で、そこファイヤーフラワーいただいて、あわ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 、もう泡で無敵ですよ。で、これどうなんやろ、アイスの方がいいんですかね。ちょっとその辺わかんないが、泡に変えて、で、上にコインがあるのは特になんもない。お、なんで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 、なんか上にあったぞ。ちょっと待って、どうすんのそれ。あ、今完全にあのジャンプボタンと間違えて泡のボタンを押してそのまま落ちてしまったんですけど、うわー、せっかく無傷で来てたのにやってしまった。あー、キノコを失って、泡も失って、全てを失った男。いや、まあまあまあ、でもやっていくしかないので、さあ叩く、キノコ出てくる。そのキノコが絶妙に取れないね。それは叩くタイミングが悪かったか。で、コインいただいて、となるとグッピタッてしてる、ピタッてしてる。いいな、その羽をちょうだい。はあ、まあくれるわけではなく、ただ無意味に殺害と。で、そこの下コインあるけど、どういうこと、なんかあんの？ほう、なんかブロック出てきた。なんで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 、よくは分かんないが、はっ、危ない。乗り移っていくとどんどんと上に導いてくれるよと。はははははは。はで、ご褒美がいただける、ありがて。いやー、さっきのね、初動で失ってしまったところではあったんですけど、ピコッ、よし、ピコッ、ピコ、よし、よし、やのか。うっ、で、こっちですよ。こっちを上げてしまって、危ない。割とすぐに戻ってしまう。ちょっと待って。ふっ、はっ、いやー、高さ的には、うん、多分右から高いところからピタッてスターコイン狙っていきましょうと、そんな感じみたいですけど、うん、リベンジやっていきましょうか。よし、ムササビをくれると。ほほほほほほ。で、このムササビを使えば取れるわけではない、取れるわけではない。ちょっと待ってね、どうしようかな。これ、こっちから大ジャンプでふお、取れるわけではない。これどうする、これって落ちるの。さあ、リベンジと行きたいんですけど、ちょっと気づいてしまったんですが、もしかしてこっから飛べばちょうどいい高さなんではね。よし、ふわ、行け行け行け、よーしよ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 し。なるほど、ということはここの足場は特に関係なく、最大地点から最高打点からふわってすれば OK だった。これは失った、失ったはいけないものを失ったが、うっ、待って待って待って、これ上に行くのもすごく大変。よし、あはははははは、ふー、危な。キラーは確か密着していれば飛び出してこないと聞いているので、うー、シュ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 。でも取ったんで、このまま中間地点に逃げ込む、 OK。 で、来たそれどうする、こっち、ボコ、おお、キノコありがとう。よし、で、おそらくキノコ持った状態やったら多分ムササビやったんやろなって感じがするんですけど、ははは、叩けるようにバネを用意してくれていたのか、それは知らなんだ。まあ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 、じゃあ持って、あ、投げちゃった。よし、で、押しっぱなしでずっと持っていけるけど、なんかこの辺で飛ぶといいことないですか。ははははははは。雲の中にコインがありますよ。ただこれ以上高い視点には帰れないので、そこのコインなんだ、
待って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 、持っていくかせっかくなんで。そこのコインなんだ、わからんわからんけど、いただいていただいて、あれよし、コインの重さで足場が落ちていったんですけど、ちょっと待って、ただすぐに復活する。謎のコイン、謎のコイン、あーなんかトルト足場が出てくる的なやつじゃないですか、そんなことない。あ、ただ誘導してくれてるだけと。でバネを落としてしまったが、叩いて、よし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 、アイスありがとういただき、でそっちにコインがあるが、ハオワオいやしかし、まあ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 、まあ、中間は取ってあるんでね、結構行ったところで、なのでそっからなんで、まだ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 全然マシっちゃマシなんですけど、コインは2枚取った状態となると1個がどこにあるかといったところなんですけど、確かここからバネが出てくるよね。なんでバネ出して、でムササビを見送る、で叩くことで、さあまずはキノコいただける。でここどうなってる、なんだこのコイン、なんで1枚だけコインがあったのかよくわかんないが、さあジャンプして、痛い、パッパしてるんで、とりあえずダッシュしていって奪う。でこれそろそろ起きそうなんで投げておきましょうか。でここ叩いて、でここキノコもらえるので一旦出してしまって、美味しいです。でピョンする。でおそらくこのキラーを使って、うっ、え、あ、ありがとうありがとう、よし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 、なんとかなんか一息つける空間くれたけど、よくよく考えたら結局帰んないといけないんで、まあ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 、こっち来る。でおお、ムササビが一瞬足場に乗ったんですけど、待って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 、うーへへ、おそらくあそこにスターコインがあると信じてるんですよ僕は。なんで、あはー、ダメなのか、ダメなのかっていうことはダメよね完全にダメよねの状態なんですけど、じゃあ進むか、しょうがない、うっ、やっぱりムササビじゃないとダメなパターンもあると信じていきましょうか。でさあコインが1個2個3個、あはは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 、いやーこれあれですね、一気のために命を張るべきではないという、なんかいい例が出てしまったが、リベンジしていきましょうか。さあ鋼の精神で見送ろうと思ったんですけど、これ足場上げとかないと無理よね。いける、あ、いけるんですか、いけるが、こっち来て滑り台、ヒュー、オッケー。でへえ、でかい、でかい。これは踏めるよね。踏める、オッケー。なんで、まあ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 、気にせずに踏んでしまって、踏み外してしまった。最後のゴールが。さあ、赤を完全にスルーして、滑り台からの、ダッシュ、ピョン、危ない。で、走り抜けて、生存して、このまま、このまま、このまま、あれ、キラーこっち飛んできたりとかしてたら、実はワンアップ狙えたとか、そういう感じしないですか。まあ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 、なんとかね、生きて帰ることはできた。で、コインがなかったんで、やっぱり、あそこの行けなかった高いところなのかなっていう感じはするんで、まあ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 、おそらくムササビか何か、いや、キノピーチとかじゃないと無理じゃね、あれ。なんか上に上がる。うん、アイテムが必要そうなんですけど、まあ気を取り直して次進めていきましょうか。でこれ接触するとどうなの、もうな、戦闘が始まる。ティーティーティー、待って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 、どうしたらいいの、は勝った、やったぜ。マジでなら最初からもうぶつかっときゃよかったみたいな感じがするんですけど、スターいただいてどうなんの、ポコッ、アイテムが追加されました。やったぜ。で、どんぐりコロコロして、いただきと、そのままいただきと。いやー、なんかだいぶホクホクになってきて、なんかどんぐりとスターばっかりなんですけど、次のステージ、やっていきましょうか。
さあフローズン大地のボスではなくお化け屋敷、ボスはだって右のなんだっけ、レミーじゃない、いいやあの人ですよね、ウィンディー、そうウィンディーですよね。でこっちはこっちでなんか何番とかっていう数字表記じゃなくてお化け屋敷と、なんでまあ揺れるお化け屋敷やっていきましょうか。まあとはいえね、今はアイスルイジなんで言うてだいぶ強い状態なんでいけるんじゃないかと思ってるんですけど、え、強制スクロール、強制スクロール、待って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 、それはそれは P がある、 P がある、え、え、何それ、これ何、この高いところなんとかできたんですか、わかんない、わかんないけど扉入れるんで入ってしまって別のところ出てくる。また足場が上がってるが、上がったり下がったり、またまたまた置いていかれる、はははは、扉が入れるようになりますよと、ははは、この足場でこっちって書いてあるんで、こっち、あでもこっちもこっちって書いてある、どっちが正解なんだろう、わかんないわかんないけど、こういうの大体あれですよね、高い方が、いやー勝手に正解だと思ってるんですけど、でも難易度的にどっちも変わんないならば、うん、気にすることはなかったような気もするんですけど、これなんか、おっと、足場がどんどん動いて、フラワーがいただける、ありがとう、で降りてきて、で P が押せるが、あ、はい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 、 P を押すことでそこが入れるようになるんですよね。となるとそれが正解ルートっぽいので、ちょっと P 持ってきたいが、でどのタイミングで押すか、もうちょい待ちましょうか。今で青コインがめっちゃ出てくる、青コインめっちゃ出てくる、で全部は取れなさそうなんでこのまま入っていきましょうか。よし、でこれ多分正解ルートでしょう。でこっちだよーってなって、待って、ほほほほ、それ取ったらあかんやつや、え、ただ走り抜ければわかるか、待って、はい、潰した、やったぜ、よーし、コインいただき、おいしい。でこのまま入って1個目をすでに逃していることが宣告されるがしょうがない。でこっちルート来て、今度別ルート入ってみましょうか。でここ叩いて、これもう一回 P 押せるんですよね。ならば青まだ取れるので取っていきましょうか。なんかあったけど、これ青って全部集めると何かいいことがあるんでしょうか、わかんない。そう、途中からちょっとね、続きから収録しようと思ったんですけど、もしかしたらなんか別ルート入ってしまう可能性が十二分にあったんで、一旦ちょっとまた収録して、今度こっち入ってみますかね。あ、外れ、そもそも入れなかった。待って、青コイン取れない、あ、そこに足場があると、はい、それ初動でコイン取ってしまったからそこはダメになりましたと、そういう感じなのか。あー、まあ、でとなるとどうなんだろうね、こっち入ってみる、こっち入ってみましょうか。さあ入れた、おっと、またこれ動くやつじゃないの、動かないの、押すとまた水色コインめっちゃ出てくる。あ、ここあれですか、ボーナスじゃないですか。やったぜ、でコインたくさんいただいて、で帰っていくと、まあ、で入って、あれ、こっから出てきた、これ別の部屋な説ないですか、そんなことない、さっきそこのコイン取ってなかったっけ、そもそもそこにコインあったっけ、わかんないけど、今度こっち入っていきましょうか。さあで入って、あーでもここ同じ部屋に来たが、右気になるんですよね、右、何なんだろう、結局わかんないが、こういただいて、でもうちょい待ちましょうか。となるとさっきと攻略一緒になっちゃうよな、待てよ、あ、やった、完全にやった、コインだけいただいて、
入っていきましょうか。さあ、で入って、で彼らは取っちゃダメ。そっちは取っていいのか。ただここダッシュして、走り抜ける、走り抜ける。あ、取れなかった。いやでも P ですよね。なんかドア入るたびに復活してるんで、もう一丁チャンスがあるのではない、あるのではないですか、あるあるの、あるのではないですか、ないですか、 ありますよね。なんでここで来て、今度右入ってみましょうよ。これ何、さあ入ってしまう。なんかこれ進んだっぽいような予感が若干するんですけど、足場動いて、はははは、好きな方を選びなよと、そういう感じみたいですね。で右ルートにはなんか入れそうになかったんで、あ、もっと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 、やった、やりましたね。これはあ、 P ある。あれ、復活するの早くね。こんなもん、こんなもん、まあこんなもんならばこんなもんでいいんですけど、青コインって全部取るとどうなる。イエーイして、イエーイして、これ今あれですよね、100いってなかったけどワンナップしましたね。でなんかそういうのがあるみたいですけど、こっちなんかあるぞ。何何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 、こっちって書いてある。え、わかんない、わかんない、こっちに入れるわけではない。じゃあ何の矢印なのかっていうところではあるんですけど、ここ入れるんで入ってみましょうか。さあ、するとおお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 お、ご褒美タイム、ご褒美タイム、届かなくね、ビーってしてる。え、何あのテレサ、なんか一匹怖い。一匹だけじゃない、取れないよって感じなんかな。なんかちょっとすげえ不気味な表情をしてるテルサを見てしまったんですけど、ダメだったんで。矢印があるのは何なんだ結局、わかんない、わかんないが、入れない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 となると黙って待って、絶妙にダメな周期。ちょっと待って、一旦ここでテルサ待ちましょうか。さあ、で上がってもう一丁踏み直す、 OK。 で今度右、あれ外れ、外れ、じゃあこっち入る。ここってなんだっけ、こっちって書いてある。これでいいの、うん、まあでもこっちって書いてあるからにはこっち入って、帰ってきた、帰ってってきた、帰ってきたのか、それっぽいステージなのかわかんないが、帰ってきたよなこれ。となると、こっちって書いてあるんですけど、こっちに何かない、ない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 、あれ、さっきここのコイン取りましたよね。え、無限脇じゃないってことは、多分なんか打つ感じがするんですけど、なんだこれ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 、右矢印がある。ここの空間はコインがなんかある。いやでも帰ってきてるっぽいよね。でここ入ろうとすると扉消える、クイーってなる、痛い、ちょっと待って、追い込まれている。ここ入るとアイテムぐるぐるですよね。アイテムぐるぐるにもっかい来るのね。来るよね。この辺に何かあるとか。左に何かあるのでは。そんな予感が。そんなことはなかった。そんなことはなくて、あれが取れない。っていうか、帰れなくなりましたよね、これ。ちょっと待って。こっから出てくんの？矢印がついてあって、なんだこれ、あれ、あー、こっちからは入れなくなっているとか、そういう感じの扉があるのかな。で P 押して、これは入れない、外れ、あー、ここ入りましょうか。今行けそうな空間がここばっかりなんですよね。ここばっかりで入る。
もう一丁ここ入るとループしてる。これなんか下になんかあったりすんのかな。なんだそれ、わかんない。なんかもっと右らしい何かがあったんかな。なんかそんな予感がするんですけど。あ、ちょっと待って、 P 押すですよね。で入ると何かに繋がっているというか、次の場所に来た。で上って書いてあるけど、どのタイミングで上に行けばいい？わかんない？わかんないね。わかんないね。わかんないよ、それは。わかんないけど。乗った！何このぴょんぴょんギミック！すげえ、すげえ。で、おっきいテルサがいっぱいいて、いっぱい一匹いて、入れなくなった！いや、いける。よし。で、ねえ、扉に入る。なんか進んだ感じがするぞ。で、まがまがしいオーラが出てきて、これもうすぐゴールなのでは？あ、ピッ！ピッ！やったぜ。これでコースクリアと。となるとどうなる？入っていく。てててて。よしよしよし、まっすぐ進めると。なんかお化け屋敷って分岐が生まれるイメージがあったんですけど、今のルート外れっぽいか、ほんなら。まあ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 、ということで、痛いの、ペンギンとぶつかった、なんだっけ、ペンタロウとぶつかってしまったが、オラ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 、悪く思わないでくれ。さあ、で、コインをいただいて、カパってして、さあ、ゲットと。よーし。で、そのまま走り抜けることになるのかな。あ、ポコってして OK と。ああ、で、アイテムが追加されましたと。ああ、マックスになっちゃったね。ということで、次回は、フローズン大地のボス、ウェインディの立ちはだかるドッスンの城、やっていければなと思いますので、ここまでご視聴いただきまして、ありがとうございました。また次回、お会いしましょう。またね。